J2 モンテリオ山形 MF アウベスの2発で横浜 FC に快勝明治安田生命 J2 リーグ第36節山形に0横浜 FC14 日 ND スタジアムモンテリオ山形は横浜 FC を2対0で撃破後半34分と38分に MF チアとアウベス26が2得点を奪うなど攻守で圧倒した 山形が J1 賞格争いに食らいつく大きな勝利をつかんだ。後半34分、右サイドからのロングパスに途中出場のアウベスが走った。GK と1対1になると冷静に右足を振り抜いた。先制団にイレブンが駆け寄り、12日に第2子の次男が生まれたばかりの FW デラトーレ30を祝うゆりかごダンスで喜んだ。 アウベスは38分にも2点目を決め勝負あり、声出し応援が可能なゴール裏のサポーターは試合後も勝利のチャントを歌い続けた。ピーター・クラモフスキー監督43は試合をコントロールしながらアグレッシブに戦えた2。2ゼロに値する試合と称えた。前節の岡山戦12から中3日の日程を考慮してスタメンを4人変更。 激しいプレスで主導権を握り続けた。前半30分と32分にはシュートが立て続けにポストに嫌われたが終盤に結果を出した。順位こそ8位のままだが、プレーオフ圏内の6位、大分とは勝ち点4差に迫った。未消化の大宮戦、10月5日ナックを残すため、残りは他チームより1試合多い7試合。 昇格争いの戦闘グループを走る強敵を圧倒した一勝には、勝ち点3以上の価値と重みがある、岩崎敦志。